琴乃木坂46生駒里奈、オリックス吉田輝星、佐々木希がプチ秋田会開催を報告する、という、佐々木希が15日、自身の公式インスタグラムを更新。秋田出身の著名人で会食したことを報告した。画像、プチ秋田会集合写真生駒里奈、吉田輝星。集まったのは佐々木、シンガーソングライターの高橋優、元乃木坂46で女優の生駒里奈、プロ野球オリックスバファローズの吉田輝星選手、バスケットボール秋田ノーザンハピネッツの田口茂弘選手。地元の飲食店でカニを堪能し、集合写真を撮影。ギターを演奏する高橋の姿も、高橋が歌を披露佐々木は、先日秋田に帰って、プチ秋田会それぞれの分野で頑張っている人たちと楽しくワイワイご飯みんなと秋田で会えて嬉しい、と伝える。高橋がギター演奏していたのは2軒目。歌を披露してくれたといい、歌でお店のお客さんみんなと一つになれたのが素敵な思い出、と充実の時間を振り返った。田口選手もインスタで、ずっと緊張してました。ありがとうございました、とコメントしている。高校野球で活躍したメンバーと地元をこよなく愛している佐々木。2019年1月には柳葉敏郎や加藤夏樹らが集合した秋田県人会に参加する。昨年1月には、秋田県立金足農業高等学校出身で、18年の夏の甲子園で県勢103年ぶりの準優勝に導いた吉田選手、佐々木博夢、菅原天空と対面。吉田選手には息子の面倒を見てもらい、息子が遊んでもらった日から、東京に戻った後、何度も、ヨッシーに会いたい、背紙が来たい、って言ってるわら、と懐いている様子を明かしていた。